超鉄王は大韓民国の軍人。本名は金上限。創始解明による日本名は金海上限。平壌禁止。朝鮮戦争で騎兵大隊を指揮した。1921年3月、平安北道、立川群島仮面に生まれる。1941年3月2号三中学校を卒業し、翌年に日本の中央大学に入学する。 1944年1月、在学中に学徒出陣して中国に展開していた部隊に配属される。独立不評第57大隊に所属していたが、1944年7月14日に河南省信用で部隊を脱走した。幸福軍第一支隊第一区隊に入隊した。第一区隊で活動中に超鉄夫に改名。緊急の推薦で、 中央陸軍軍艦学校に入学。第1総隊騎兵独立第1隊に配属。1946年12月25日、第20期騎兵科卒業。1947年、帰国。1948年4月6日、警備士官学校第5期卒業。教官、区隊長、小隊長などを歴任し、1950年に、 気候連帯機兵大隊長となっていた。朝鮮戦争が勃発すると多くの戦果を上げるが、8月4日に大指揮所を包囲されると自決した。死後、中寮に特進。独立運動に寄与した功績で、1977年に大統領表彰、1990年に建国勲章愛族章を追納部された。2002年8月、戦争記念館が、 8月の五国人物に選定、ありがとうございます。